ですね、今広島空港に行ってるんですが、ちょっと道をね、間違えたんで別のとこから入ったんじゃけど、こんな山奥ですよ。こんな山奥でね、道間違えずに高速山陽道を通って行ったんじゃったらよかったんだけど、ちょっとね、2号線いう、国道2号線通って、ちょっと、道通り過ぎてしもうてね、ちょっと、他のとこから入ったんだけど、要するにこんな山奥なんですよね、広島空港いうのは。びっくりですよ、これ。もうこれ山の中ですけどね。これ見てください。急坂ですよ、これ。これ平地じゃないですからね。ものすごい山上がっとるんですけど、なんじゃろこれ。道間違えたらこういうパターンになる。今日はね、平日のね、朝8時前後過ぎぐらいなんですけども、広島空港のね、正面なんですけど、全く駐車場が空いてないんですよ。もう駐車場探すのに、ぐる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 駐車場の中回って、やっと空いとるとこがあったんで止まったんじゃけど、よく見たらね、正面に立体駐車場があるんですけどもね、立体駐車場の選んだ方がいいかもしれん。立体駐車場の2階じゃ3階じゃ4階じゃはどうもまだ空いとるみたいなんですけど、平日にもかかわらずね、正面の駐車場はほぼ空いてないですね。多分ね、これ山ん中なんでね、みんな車で来るんですよ。バスとか交通機関で来る人多分ほとんどおらんのんじゃないかな。みんな車で来とるわ、これ。だから、もう正面の駐車場がもう全部満杯ですね。平日にもかかわらず。平日の朝ね。まあ、少しずつ減るとは思うんじゃけど。で、まあ、さっきも言うように立体駐車場を狙った方がいいかもしれない。立体駐車場はまだちらほら空いとるわ。うん。まあちょっと工事しょるんもあるんですね。今正面なんか駐車場広げおるんか、工事しょるんで、工事しょるからね、本当の空いとる駐車場が立ち入り禁止みたいになっとるんですよね。だから、減っとる数が半減しとるいうのもあるとは思うんだけど、とにかく、今平日でもほとんど駐車場空いてないわ、これ朝。まあ立体駐車場最初から狙った方がいいですね。もしくはちょっと距離離れたところの駐車場はまた話は別かもしれんけど、正面の話なんですけどね。まあ、ちょっと今から、屋上の展望台か、そこちょっと、展望台デッキそこへちょっと行ってみよう思うんですけども、ちょっと巡航じゃなかったら、もう、ダメかもしれんね。どうもなんか資料を見たら、午前中と夕方、朝早朝と夕方は巡航みたいなんだけど、昼間はどうも巡航じゃないような感じで資料には書いとるんだけど、まあ、ちょっと行ってみます。広島空港のね、3階の展望デッキ来ました。で、すでにね、私以外に二人の方が、もうカメラを準備して撮られてますね。で、やっぱりその羽田とかね、まあ羽田行ったことありますけど、まあ当然飛行機乗ったことあるんで、
行ったことあるんだけど、やっぱり撮影する人は少ないよね。どうしても私含めて3人ですよ。羽田とかだったらね、そういうわけにはいかんと思うんだけど。ただいま開閉の。久々にね、飛行機見たんだけど、ちょっと飛行機ハマるね、これ。面白いですわ、これ。あんまりね、飛行機、思わんかったんだけど、いいとかね。ちょっとこれ、ハマるわ、これ。かっこいい。現場にね、足運ばんとやっぱりわからんことが結構あるね。ネットでね、3階の展望デッキから飛行機移すと、巡航で取れるんは、早朝と、まあ、朝早めと、夕方って書いてあったんですけど、もうそれをやっぱり私も信用しとったんで、その、もう9時頃は諦めとったんだけど、いざ現場来るとね、場所によっては巡航で取れますね。だから、まあ全てが巡航で取れるわけじゃないんだけど、場所によっては巡航で取れますんで、やっぱり自分で足運ばんとわからんことってありますね。でね、今回ちょっと気づいたことがね、意外と女性のね、一眼レフ持って撮り来とる人がおるんだなと思ってね、女性で2、3人おりますね。だから、まあ、携帯で撮られる人もおるんだけど、2人か3人は一眼レフで撮ってますね。もちろんキャノンさんですけどね。飛行機のね、ことは詳しくないんだけど、なんであんな大きい巨体に、あんな小さい軽自動車ぐらいのタイヤなんじゃろう。まあ、軽自動車たら大きさだけど、あんなね、前、一番前のタイヤはなんか軽自動車ぐらいだよね、あれ。そう見えるだけか、遠いけ。なんであんなに小さいタイヤ使うんじゃろう。今写真を撮ったのをちょっと JPEG 撮って出し、全部もう JPEG 撮って出しを見ます。ローを現像してからやってもいいんだけど、ちょっとあまり時間がかかるんで JPEG 撮って出しです。OM1 で JPEG 撮って出しね。で、これ40-150 の、まあ、レンズ使ってなんですけども、これがですね、まあ、今これなんだけど、なんかディズニー、東京ディズニーリゾート。あ、これ撮っとったんだよな、これ。まあこれで、今これ 51% なんですけども、100% はこれですね。27インチのね、デルの 4K、JPEG 撮って出し。まあこれで結構距離離れとるんですけども、これね、JPEG 撮って出しで、今これ 62%。これ 100%。それで、これ、これ 51%。JPEG 取って出しで 100% これですね。100% これ。ちょっと今一歩映りがね。釣りが良くはないけど、100% これ。だからさっきの、
これが、最初に出したのが56ミリ。これ、テレ、MC14 つけてますんで、56ミリ。56ミリで、こっちが210ミリかな。210ミリだな。だから、これは56ミリで撮った画像です。こっちが210ミリ。まあ、MC14 つけてますので、150×1.4 で210ミリ。これ 51% なんで、100% はね、さっきのようにこれが 100% ですんで。で、これ何パーセントなのかな？これ何パーセントか何ミリなのかな？これ95ミリ。95ミリで、これ。で、100% にしたら、これです。これ今から飛び立つ前の話なんですけども、今滑走路に入ったということです。で、これちょっとうまく取れんかったんだけど、これ前のタイヤが浮いとるでしょ。前のタイヤが浮いて、後ろのタイヤはまだくっついとる。これね、ズームしすぎてね、全部映ってないんですよね。これ 51%。100% がこれです。で、今度これ後ろで、後ろのタイヤがまだついとる。ジェットエンジンな、ジェットはここなんか蜃気楼ができてるね。ここ蜃気楼いうか、この辺こう蜃気楼が。100% にしたらよくわかるのかな。100% にしたらこれ、なんとなくこれ、ボケとるか、これ蜃気楼のね。これだけ映りゃ、これね、距離ね、私のとこからこの飛行機までの距離はね、測ってはないけど、なんぼじゃろう。100メーターどころじゃない。300メーターぐらい離っとんじゃないかな。200、300メーターは。この、ウィーサポート、ユニセフ。ね。この辺もジャパン、エア、この辺はちょっと今一分見えんね。オブ、東京、ディズニーランド、東京、うん、まあ、今一分見えるようで見えんけど、この辺は。ここはよく見えるね。ウィー、サポート、ユニセフ。で、これが飛び立った。これ結構距離あるよ、私のとこから。私のとこからこれ距離あるんだけど、これ何ミリで撮ったんかな。160ミリ。換算じゃないわ。160ミリね。でも換算したら、320ミリになるのか。320ミリになるんだよね、フルサイズ換算。なんか35ミリ換算したら。これ結構あるからね、距離。私のとこから。あるんだろ。300メーターとかそういうもんじゃない。これ多分500メートルか。結構距離ありますよ。1キロぐらいあるんじゃないかな。ちょっと測ってないけど分からんけどね。で、これなんかね、これ前ボケね、これ前ボケでしょ、これ。で、これ運転手さんがサングラスかけてももうわかるね。こ
これよう見えるわ。これ下、アリ、アンシ。これちょっとよくわからん。英語読めんけど。ここでもドリームライナー、ライナー、ドリームライナー787。オープン、開、出口、イグジット。よう見えるよ、これ。こんな小さいタイヤでよう支えれるね、思ってね。毛のタイヤよりはまあ大きいんかね。でも小さいよ、かなりこれ。そう見えたんだけど。私の車のタイヤより小さいんじゃない、これ。そういうことはないか。そう見えるだけか。うん。まあ。でね、今のがな、ミリ210ミリ、 MC14 つけとるから、まあ、フル35ミリ換算で420ミリ、ね。まあ、これ距離はまあまあ近かったんだけどね。で、いきなり飛行機がね、着陸してきおったんでね、これ多分東京便だと思うんですけど、東京から戻ってきおるやつだと思うんですけど、アナのね、いきなりやって、ちょっと今一歩こう、これま、新キロ言うんかいね、ぼやけとるよね。湯気じゃないよ、なんかやれ。まあ、新キロ言うんかね。で、今のがこうなって、これまだタイヤがね、これ全部 JPEG 取って出しなんでね、JPEG 取って出しでいじってませんので、全然。これタイヤがまだついてない。タイヤがまだついてない。で、タイヤがついたのがこれ。で、タイヤがついて、なんか、煙いるか、これ、どっから、タイヤの摩耗の煙かいな、それとも、ジェットエンジンの煙なんか、ちょっとようわからんのだけど、まあ、煙。で、タイヤがついた瞬間ですよね。これ結構距離ありますよ、これ。これはね、プロパティで見て、210ミリ。ということは420ミリ。フルサイ35ミリ換算で420ミリ。MC14 つけてますんでね。で、結構距離なんぼじゃろ。5、600メーター以上ぐらいあると思うんですけどね。で、これ、これ今から飛び立つところ。今から飛び立つところで、で、これ飛び上がったと。飛び上がって、ここ見てもらったらわかるんだけど、エンジンの湯気じゃないよ。何回飛び立たないからね。湯気じゃないけど、まあ、新キロじゃないよな、何言うかよ、これ。まあ、要は空気がね、ぬくもった、まあ、ガスというか、ちょっとよくわからん。で、ボケとるね、ここは。で、飛び上がってって、これ連射で撮ってますんでね、秒50枚の連射で撮ってますんで、間にかなり入ってます、枚数が。で、たまたま、なんか、これ何セスナイオンかね。ちょっとよくわからん。これセスナイオンか。ちっちゃい、可愛らしいのが飛んでいきょうたんで、まぁ、あ、ちょっと撮影したんですけども、これも距離離れてるんですよね、ここまで。3、400メーターは離れてると思うんだけど、これ 51%、これ 100%。100% で、知ってる人が見たらこれ誰が運転してるかわかるんじゃないかね。知らん人、私は知らん人だけ、誰が運転してるかわからんけど、友達が見たら、あ、誰だじゃいってわかるね、これ。これ何ミリで、映したんかいね。
140ミリで今のなんで、140ミリことは280ミリ。35ミリ換算で280ミリ。これ280ミリですよ。これ 100%。280ミリ。280ミリで、距離が結構あるんで、これ420ミリまで持ってったら、結構映っとったんだよな。ちょっと持っていく時間がなかったな、これ。慌てとったんで。まあ、これぐらい映ればね、いいんじゃないかな、思うんですけどね。まあ、まだ、フルサイズで映したら綺麗なんかね、ちょっとそこはわからんですけども。一応、ま、40-150に MC14 つけて、これぐらいは映るいうことです。まあ、今日はね、ご視聴ありがとうございます。今度ね、撮影場所、いい場所を発見したんで、そこをご紹介しますね。まあ、ちょっと今度、また見てください。撮影場所のいいところを発見しましたんで。よし。今日はご視聴ありがとうございました。